タバコの読書感想文を書こう with モルゲンさん。ライジュのベテランチです。カブです。トロです。モルゲンです。ということでですね、ゲストモルゲンさんです。やった。まあ知ってる人も多いと思うんですけど、うん、いや多くないな。あれ視聴者ほぼかぶりやと思ってんだけど。いや、そうでもない。そんなことないんちゃうかな。意外と、うん、うん。どういう YouTube をされてるかちょっと説明してもらっていいですか。なんか主にタバコを吸いながらVlog みたいな動画を普段上げております。なんか 2,3 ヶ月前に始められて、はい、もう登録者が5万何人みたいな、うん、ありがとうございます。で、なんか動画見てたら来週を見てますみたいな。好きな YouTuber が誰と誰と誰でしたっけ。おもころチャンネル、うん、来週さん、うん、ゆる言語学ラジオ、うん、ジャクソンさん。いいですね。俺が過ぎで、もう今日出てもらおうということで、よろしくお願いいたします。声ちいちゃう。普段こんな声量なんですか。そうなんですよ、ね、ここにスマホ置いてこうやって喋ってるんで、これ。なるほどね。そのでも後から声でかくするのとかめんどくさいから、声でかく喋ってください。今日はな、編集側の。ということで、まああの今回の企画なんですけど、タバコを吸って読書感想文を書こうって。どういう意味やね。あの今回まあリサーチしまして、僕モルゲンのメンダコピースラジオまで聞きまして、すべて。わ、でその動画見たところ、まあ2、3回ほどですね、読書感想文のオタクだっていう話をモルゲンさんがされてまして、ほうほう、なんか読書感想文っていうものが小さい頃から好きで詳しいみたいな。はい。どういうところが。青少年読書感想文全国コンクールっていうのが毎年開催されておりまして、小学校1年生から満20歳まで、うん、満20歳まで、満20歳、まあ、高校生までなんですけど、うん、なるほど、がもう学校を通じて読書感想文書いて、うんうんうん、一堂に会して賞をつけるみたいな、うんうん、コンクールのオタクです。それが好きな。好きですね。え、その過去の実績みたいなのあるんですか、森根さんは。過去の実績は一番最高賞をいただいたのは東京都の代表。結構すごいよ。結構すごい。何人おんねんって話を東京都に。え、それ何年代表。小学校6年生。小6部門の東京代表。と、小学校高学年の部門の代表でした。すごい。中学受験してるんですけど、小学校6年生の夏休みってバカ勉強するじゃないですか。うん、うん、中学受験するときはね、うんうんうん。12時間とか勉強するのに、私はこの夏休みを全部読書感想文にかけてるんで、力の入れ具合としては、読書感想文と受験勉強で 9.5 対 0.5 ぐらい。うおじゃあ1日11時間ぐらい読書感想文書いてた。過言ではないです。そんなすることある。結構何冊も書きますね。ああ、あー、なるほど。課題図書の部と自由図書の部が存在しておりまして、おー、ルール上個人ってどっちも出せるんですよ、どっちの部にも。はいはい。あー、2冊ずつぐらい書いて、あー、めちゃめちゃ一夏かけて遂行してお願いしますっつって学校に出す。そんなやつおらんで。先生も引くでしょう。ドン引き。ドン引き。ドン引きで中学受験爆落ち。爆落ち。ドン引きからの爆落ち。あれや、オリンピック選手があのいろんな階級で出るみたいなことや。だから、そうですね、内村航平がだから鉄棒も出たのに、うん、いろんな種目で出れるっていう。イアンソープみたいなの。ああ、イアンソープだ。あ、ご存知ですか、ね、はい、はい、ということで、来週チャンネル、文字を書くのが大好きということで、ポエム企画。ああ、まあそうね、うん。そう。フリップに文字を書くのが大好き。ああ、そうだな。それは任してよ。それは任してよ。フリップあったらもう、恥ずかしい。なんぼでも書きますよ。今日は、フリップをその、原稿用紙に持ち替えて。あれまあでも俺、普段からな、句読点つけてるから。この日のために。フリップ回答も。うん。感想文のために。俺、小学校の時、作文習ってましたから。え、習う？うん。教室で。いや、違う。通信教育で。え？課題があって、タイトルだけ決められてて、え？で、自由作文で、1ヶ月に1回、作文書いて送って、添削されて帰ってくるみたいな、やってました。それ。小5ぐらいかな。親何を鍛えようとしてんねん、お前の。何のゲージ伸ばしたかったんや。とにかく文章力がある子に育ってほしかった。いや、すごいなぁ。ということで、あの、僕らね、非喫煙者なんですけど、うん、まあでも、モルゲンさんと言ったらタバコなんで、まあ、タバコを吸って、それをちょっと僕らなりにこう、起こしまして、その読書感想文をまあ、採点じゃないけど、フィードバックをもらおうっていう企画です。なるほど。なるほど。まだタバコっていう文学を体内に取り入れて。あ、もうそういうこと。おぉ。一本の作品ですから。あ、吸ったことないけど。タバコなんてもんは。知らんけど工場で作ってるやろ。一本一本職人が作ってんねやったらええけど。すべてのそのタバコ銘柄ごとにもストーリーがありますから。あ、そう、それを吸って。なるほどな。その感じ取ったことを書いていく。ああ、ということでね、タバコも用意しましたから、これをみんなで吸っていって、うん、感想を言っていこうという。
初めて見た。うふうじゃない。タバコだ、うふうじゃない。嬉しいなーじゃないのよ。あの、箱見ただけで嬉しいんや。喜んじゃった。タバはタバコとかは全く吸わない。吸うかい。あれ、吸えませんよ、そりゃ。なんで吸わへんの？いや、まあリスク。心疾患、呼吸器疾患のリスク上昇。リスク上昇。うん。危険ですね。吸っていない。いや、ほんまにでもこの動画もね、別にその喫煙を、あの、進めるものじゃないので。あ、そうですよ。うん。別に、みんなも吸ってみてねとかじゃないので。うんうんうん。あの、動画の下半分さ、病気で苦しんでるおじいさんの画像にしてた。海外のタバコと同じやろ。ああ。下半分画像、ね、グロ画像にしてた。いや、だからインドネシアのタバコのパッケージに書いてあるみたいなのも。ああ、そうそう。うんうん、あの、真っ黒の灰。うん、そう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 。タバコの下半分、グロ画像になってる。ああ。まあでもね、ほんま一本吸うだけじゃね、変わんないんで。はい。一本だけなら全然大丈夫だから。うん。まあ吸ってみなよ。そこまでのリスクはないと思うぞ、タバコに。うん。どうですか、依存性ってあるんですか？依存性は、バカあります。ああこれ好きなんよな、この。バカありますとか。バカ丸々。うん。唐突に出てくるからね。ということなんで、まあ、早速、吸っていきましょう。は、うん、い。ということで、ベランダです。何があるんですか？こちらが、まず、ラキストライク。ラキストの、チルベリー、うん。チルベリー。チルベリー。あ、チルイってこと？チルベリー。ラキスタ？ラキスタ？ラキスタっすか？持ってけセーラー服。オタクくんすぎるって。ラキスト。うん、主に、卵って、メンソールとレギュラーっていう。2種類二分されるんですけど、こちらがメンソールっていう清涼感のある、本当にスーってした感じの味があるタバコですね。なるほど。チルベリーなんでめちゃくちゃベリーの味がします。うん。で、これがマルボロ。マルセロ？レアルの。攻撃サイドバック。まあ、赤丸っていうやつね。あ、そうです。通称ね。まあ結構定番って感じですかね。そうですね。オーソドックスなタバコ。村上春樹とかにもマルボロは出てきますね。へえ。はいはい。あと何があるんですか？こちらがアカラーク。アカラーク。これ、あれですよね。ほぐしたアカラークのやつですよね。あのちゃんのね、スイダブの。はい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 。でもこれは、タールが12ミリあるので、今回用意した4つの中では、一番強いっていうか。強い。結構クラクラしてるかもしれない。うえ。バカ強い。バカ強い。それキラーフレーズ。チョコレート感みたいなものが感じられるかもしれません。チョコレート感、うん、嘘つけや。タバコなのに。あるわけないやろ。コーヒーみたいに結構。フレーバーのテイストとかいう語彙がタバコとかは楽しいので、うん、まあそういうところで皆さんの語彙力みたいなのが試されるかもしれません。いやですって。ワインとか日本酒みたいな感じでそのフレーバーみたいなのがやっぱあるんや。そうですそうです。はい。ここがインスタン、うん、ラスターホワイトとかよく呼ばれているものです。タバコを初めて吸う方にめちゃめちゃおすすめ。はいはいはい。え、シャッターホワイト野球選手？誰も知らん野球選手言ってない。阪神タイガースで3試合ぐらい投げた中継ぎの外国人って3試合ぐらい投げた。投げてないのと一緒やねんそれ。キャスターは1ミリなので、まあ、ラキストもこれ1ミリなんですけど、うん、これはちょろい。なるほど。癖のない感じってことですか？そうですね、結構マイルドな甘さとかが感じられるタバコです。なるほど。タバコって苦いだけじゃないんや。シャウネンシャウネンらしい。シャウネンが出ました。普段が初めてかもしれないです。生きとるね。生きとるね。え、普段お姉さんは何ミリ吸われるんですか？私は160ぐらいですか？ピースライトっていうのは10ミリですかね。あー、10だ。結構すごい。結構強いんちゃう？わからんけど。なんかいっちゃんかっこいいな、でもこいつが。うん。このピースが一番かっこよくないか。うん、じゃあまあ、とりあえず吸っていきますか。はい、吸っていきましょうや。どうしよう。もうでもスッと吸って。いや、その、本棚から取り出すみたいにするなよ。課題図書やから。これがおすすめなんでしたっけ、初心者。そうですね。みんなでこれ一回吸いましょうじゃん。そうね。うん。キャスターホワイトです。オッケー。あ、すごい。バターみたいになってます。金色の。確かに。紙に包まれてます。ほんまやな。これ、こんなんない？それバターでしか見たことない色やな。確かに。おぉ。危ない葉っぱがいっぱい入ってますよ。チョキピース。チョキピースって言った。ご自身の思い通り。あ、一番いい先生。あ、それっぽいな。え、これついてる？あ、ついてるやん。いや、ついてないよ。ついてない。もうやらしい。え、これは？ついてる。うんうんうん。あの、火つけるときに、吸って吸い込みながら。うん。とわかおもろ。え？あれ？吸えてない。ちょっと待って、俺、出したいわ、煙。お手本見せてもらおうよ。お、すごい。
おお、吸えてんな。おお、吸ってんね。ちょ、やめて。え、なんかした今。灰をすごい、鳥の糞みたいな。違いますよ、それ灰皿じゃないですよ。あ、これあかんねや。いいえ、言っといてくれんかったら。だって喫煙者ってこういうのしてるやん。すごい嫌そうな顔してるで。煙でキスしようや、誰か。あれあるけど、なんかそういうのシガーキスみたいなのあるけど、ちょっと一回交代する。交代しようか。あ、なんか、え、エロエロいかな。何がな。なんかエロい。これがメンソールの印。このカプセルって呼ばれる部分があって、なんか触っていただくと中に丸い球が入ってる。丸い球。丸い球。その前に手でもいいですし、噛んでいただいてもいいんですけど。はいはいはい。え、潰す。カリってやんねんね、メンソールを。すげえ。いかにかっこよく潰せるか。うわちょっと、うわ、めっちゃいい今その顔。いかにかっこよく潰せるか。あ、きっしょ。きっしょ。でも潰れた、落としたの、潰れた、うん、奥歯でいっちゃった。キモすんぎやろ。キモすぎ打ち年や。え、骨折。これ杉内がキャッチャーからの返球を落とした後の CM の曲の。あ、味する。うわ、すごい味した。あ、スクリューエンうまい。なんかベリーベリーベリー。スクリューエンがうまいことなんかないやろ。あれ、え、あれ、下手っぴやな。え、え、いや、もう潰れとんちゃうの。え、もう味する。早っ。気ぃつけてないのに。え、おかしいやん。お、うわ、なんか渋い顔しとる。噛みすぎたんかな。ああ、味濃い。中にいっぱい入ってきた。メンソールがあることによって、その隣にくっついてるタバコの味もより分かる感じもさ、ああ、引き立たせる。ああ、そうそうそう、うん、さっきの方がなんかマイルドやったから、初心者にはそのタバコの味感じづらかったんやけど、うんうん、知ってる味にくっついてるから。うんうん。モールさんはどう。うーん、ベリー、あれ消えちゃった。余計かな。あれ。過激やな。普段あんまりメンソールは吸わないので。なるほどね。ちょっといらんかな。いらんか。どうやってやるんだっけ。こうして加えて。加えて。まだ詰ますんじゃん。なんで。あ、今勝ちって。むずいよな。これって今僕フォークボールの握りになってるんですけど、これが合ってるんですか。はいはい、もっとこうチェンジアップの握り。チェンジアップ。あ、スライダーの握りか。俺ナック。ああ、スライダーの握りやな。ナック。これでいいかな。うん、ナックルいいね。おしゃれかも。モテるかも。さって投げたらブレるかも。ええ、そうな。押し出すねんな。指こう弾くね。小宮山のシェイクとかね。モルゲンちゃんとかさ、コメ欄でさ、エロいみたいなさ、バカ言われると思うんだけどさ、はい、それはやっぱキモいと思ってんの。きっしょいですね。いや、そうやんな。え、でもあれやんな。性癖一点突破型のチャンネルやもん。あ、もうってその一番伸びてる動画の一番伸びてるコメント秘書コメ。もうおもんない。怒ってる、ほら怒っ。もう視聴者のみんな怒ってるよ、やっぱり。ごめんな。え、なんでなこれ。わからん。そろそろ皆さん、そのどれを課題として選ぶかも考えながら吸ってくださいよ。チョコレ行こうか。はい、マールボロ。それ何ミリでしたっけ。8。おお、今の8バージするってことですよね。8からってことや。だからココイチで言うと、うん、おいおい、赤いギリ出るぞ。8からやったらな。4から以上食わない。食われへんし。うんうん。あ、ええー、な。ええー、うまっ。え、俺もこれしたいんやが。肺に入ってくるわ。ええー、わかんの。染み当たる。あ、そっか、もう初やから。多分もう初めてあげてるよ。肺の、もう黒なってる。肺の初めてあげちゃってる。もう黒なっていってるわ。これあれやな、真っ白の原稿に1文字ずつ書いていってるみたいだな。肺という原稿用紙に、うん、黒い煙で、うん、今タバコって。タバコって弱。うわってか、めっちゃうまい。あ、うまいんや。あ、そうなんや。これだけめっちゃ突然味ついたわ。やっぱハチやからや。これスモークとか好きやから。スモークサーモンとかさ。あー、はい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 。イブシ系、イブスっていう言葉めっちゃ好きやし。イブシ銀とか。あー、いいよな。パープルって絶対つけたくなるな。イブシ銀。セカンドにつけたいよ。つけたい。銀次とか。銀次とか言うな。赤見ないね。うん。赤見ない銀次ね。あ、いいな。視
聴者の家族の方とかお子さんにも全然勧めたらいい。かこんなんちっちゃいうちからすると多い。早い。鼻から出た。すごい。鼻から出たらへん。牛みたい。かっこよくはないんちゃう。あ、出てない。あ、口から出た。あ、出た。機関車や。機関車出てますだ。ほんまにイキリ大学生みたいになってる。俺24やのにこれ18ぐらいでやるんやろうな。友達多い子は。いや、やるやろ絶対。あ、18歳ですったら犯罪ですからね。うわー、これ最後のキスがこれのフレーバーとかしたら曲書いちゃいそうだ。ダーヒカね。ダーヒカって言ってた。ウケた。ダーヒカって言ってた。いないよ。じゃあ最後これいきます。来た。12。はい、12です。きっちゃね。きっちゃね。きっちゃね。タバコと同じ口遣いしちゃった今。あ、でも全然美味しいかも一番。いく。イキリアン。おい、本当のこと言えよ。いや、絶対そうなるって。うま。シンプルうま。うま。ヤニクラなんで。あら。ヤニクラってなんなんマジで。クラクラする。何で？その医学的に何か解説してや。バイキンがもう嘘。もう嘘です。三つ股になってる槍みたいなのを持ったバイキンが来て、喉とか肺とか脳とかをこう、うん、喉と肺全然関係ない。ってってやってる。あ、のがヤニクラです。なるほどな。かっこいい。何練習してきたか。センスありたいボンの、うわ、センスありたいボンのやん、それ。え、すごい。かっこいい、これって。ポイポ、それなんなん？ポイポみたいになってる。お前、その4点のボイスアカッションなんやねん。これできんだよな。やって。ないで。ええわ。なんで自信あんねん。じゃあちょっとそれぞれお気に入りのを決めて書いていくぞ。はい。あ、どうしたどうしたどうした。どうしたどうしたどうした。眉毛描いた。え、タバコ吸ったら眉毛描くようになるんですか。ということでね、いっぱい吸い終わりまして、うん、書いていきたいと思います。なあ、どれにしますか。それぞれ吸ったのが4匹。うわー、赤丸かな。おお、あ、これ、うん、はいはい、まあやっぱ初めての、うん、じゃあ俺はこれにしようかな。お、じゃあこれはまあ、はい、書いてください。はい、ということでそれぞれで、まあ、書いていくということなんですけど。何を。わからん。俺マジで何書いたらいいの。何を書いたらいいの。なんかこれ吸って思ったことというか、その、うん、吸ってそのなんか得たことを書きゃいいのね。うん、そうそう。な、読書感想文も絶対何を書くのってなるから、うん、みんな最初は。オッケーオッケー。コツとかセオリーみたいなのはあったりするんですか。確かに。感想文。まず読書感想文は読書感想文ではない。めっちゃ面白いプレゼン。かっこいい。あ、読書感想文と思うな。思うな。うん。まず読書感想文会のテオリーとして、その読書体験を通じて、まあ、自分が得たこと、うん、学んだことももちろんまあ書く必要はあるんですけど、うんうん、その読書体験を自らの人生にどう持ち込むかが大切であって、読書体験から得た学びから自分がどう成長したか、どう変革したかっていうのを書くのが読書感想文です。なるほど。ただただ美味しかったとかじゃダメだよっていう。よくない。よくない。読書感想文でもじゃあもうそのあらすじをまとめてここが面白かったとかじゃあ都代表とかにはなれない。素人。ああ、素人。あ、全員素人やん。そうなんや。プロおらんと読書感想文。なるほど。え、ちなみにその小6の時に1位になった時は何を読んでどういうこと書いたんですか。重松清志かな。はい、確か定番の2人って課題図書を読んで、うん、多分一人ぼっちの男女2人がこう出会って、うんうんうん、その2人もこう成長していくよみたいな、小学生の2人なんですけど、はいはい、まあこの体験は真実である必要はない、うん、うんうんうん、だから私は架空の少女を作って、ええー、
自分の孤独な小学生時代を架空のモルゲンに託して架空の孤独エピソードみたいなのと読書の感想をくっつけて提出したっていうこと。創作や。いや、ほんまにそうや。そう、創作なんですよね。なんか感想文じゃないんや。へぇ。まあほんまに小説を書くような感じで作っていいということなんだ。その通りです。なるほど。タイトルとかは？これ、大事。タイトル。タイトル大事。タイトル大事。私が一番好きな読書感想文の話していいですか？おぉ聞きたい、聞きたい。聞きたい。第59回青少年読書感想文。芥川賞みたいに。うん。小学校低学年の部。の山田くんっていう子がいて。知らん、小学生やな。山田くんは結構、ね、読書感想文会にこう、激震を。山田以前、山田以後に分かれる？本当にその通り。伝説の子なんですけど、タイトルは、うん、まあ、僕の我慢。山田くん。そう、だから何々を読んでとかではないんですけど。うんうん、なるほど。これ本当にすごいのが、一文目。撮りたいな、かさぶた。おもろいな。奇才や。小学生やな、ほんで。うん。小二の天才やな、ほんまに。うん、で、何がすごいかっていうと、一文目、撮りたいな、かさぶた。うん。最後の文、まさか、撮りたいな、かさぶた。かっこええ。かっこええ。あ、なるほど。これは本当に読書感想文会が激震した。小学校1年生の子なんですけど、山田くんは。すごいやんけ。天才だ。かさぶたくんっていう、まあ、かさぶたが、こう、生命維持の中でどういった役割を果たしているのかっていうのを、まあ、面白おかしく書いた絵本、絵本に近いような。なるほどね。うんうんうん。本だったんですけど、めっちゃかさぶたを取りたい。だけど、でもこの本を読んで、かさぶたってすごく重要な役割を果たしているんだなって学んだから、葛藤を描いた。なるほどね。おもろすぎ。なんか、1回目の取りたいなかさぶたは、普通に取りたいなかさぶたやねんけど、読んでいろいろ学んで取ったらあかんねんなって学んだのに、また取りたいなかさぶたって言っちゃうっていう意味が変わってくるんだ2回で。でこの青少年読書感想文全国コンクールって、うん、受賞式が結構大々的に取り行われるんですけど、はい、その受賞式では受賞者の方が自分の読書感想文を朗読して、その後に簡単なスピーチをするんですよ。山田くんはこのスピーチもすごかった。ほうほう。読書感想文では取らなかったって書いたけど、本当はちょっと取りましたあ、面白。で会場大爆笑みたいな。すげえ。だから結構転換期ではありました。読書感想文会で。山田が出てきた時は。山田くんの登場によって、センス系と言いますが、山田くん以後の時代は結構小学校低学年の子でも、まあセンスありたい煩悩みたいな。はい。各地で結構センス系が乱立して。あ、それが何年ぐらい前ですか？9年ぐらい前です。じゃあここ10年はもうセンス時代なんや。混沌の時代。あら。ほんまになんか漫才みたいなことや。そうやな。ずっと素で喋ってたのに、キャラ入って漫才するやつが現れたみたいなことや。フォーマット作るやつが現れたみたいな。一文目、結構大事ですね。なるほどね。かぁ。吸いたいな、タバコ。お前、安易に取る。お前、こら、漫才でもおるけど、ノンスタイルのモノマネ漫才みたいな、その、取りたいなかさぶたのパクリ感想文だったらあかんよ。そうか。ちなみに字数は動画なんで400とかでいいですよ。400? まあ原稿用紙1枚。うんうんうん。っていう感じで。まあ少ない分には全然いいんで。実際書いて、それ見ながら朗読？そうですね。そうしましょうか。OK します。やっていきましょう。俺もでもな、作文教室で1位取ったことありますから。お題がカメレオンやったんやけど。お題おもろ。カメレオンって、まあ、その背景の色になるやんか、自分の体が。うん。それ人間も環境が変わっていったら、そこに順応するようにキャラクターを変えていかないといけなくて、すげえ。それをやってるうちに自分の色がわからなくなっていくんじゃないかっていう。本質やんなんか見えてるのは人間。えぐっていうので1位でしたね。すごい、キングヌーやん。キングヌーってそんなんなん。うん。今何分？ 59 分。やば。壁ちゃんは何時？いや別に、俺は、もう間に合ってはない、その予定に。何がある？なんかスタジオに、歌いに行く。え？何その予定？え？開けた？はい。うわ、早い。すご。できました。うお、できた。30分遅刻やね。開けた。あとタイトルだけ俺は。はい、はい、ということでね、1時間かかりましたか？かきました。まったねー。とわくん何分ぐらいできてたの？20分。
やばすぎやろ。早い。いや、これみんなもやってみてほしいけど、めっちゃしんどいから、400文字って。無理。じゃあ、やっていきましょうか。発表。うん、発表会。その、言ってた青少年なんとかのコンクールはどういう発表をするんですか？私、2月上旬ぐらいに、学校を通じて、はい、または、何々賞ですっていう通知が届く、はいはい、最高賞が内閣総理大臣賞で、続いて文部科学大臣賞、この下に毎日新聞社賞と全国図書館協議会長賞みたいな。なんで賞まで全部覚えてんねん。最後にサントリー奨励賞があります。うわ、内閣総理大臣賞取りたいな。こんな感じ、誰かが。じゃあ、うわ、サントリー奨励賞取りたいな。じゃあ、トワさんから読書感想文、これですかね、お題が。そうですね、ウィンストンですね。ウィンストンの1、キャスター。そういえばお題とかあったな。トワさんの感想文、お願いします。建前と本音、雷獣、トワ。うめぇというつもりで吸ったウィンストン。僕は何か言う前に、自分の頭の中で、本当に今これを言うのが正しいかどうか、吟味してしまう習性がある。オープニングトークでタバコ否定派のふりをして、いざ吸ってみるとめちゃくちゃ美味しくて肯定派になっていたら面白いだろうという安直な考えだ、うん、だがしかし、ない味がない面食らった。想定していないものに直面すると言葉が出なくなるのも僕の習性だ、うん、少なくともうめえとは言えなかった。日頃から言葉選びの勘だけは研ぎ澄ましているはずなのに、うん、悔しい。タバコにビビって、タールやニコチンの少ないウィンストンを選んでしまったのがあだとなった。その後に吸ったマルボロの方が100倍うまかった。でも、もう一度吸いたいのはウィンストンだ。ウィンストンで正解を出したい。喫煙者の皆さんもこんな気持ちでタバコを吸っているのかな？そんなことないやろ。あー、タバコ吸いてー。というのは建前で、本音はもう吸わない。以上です。おお。いいですね。いや、いい。思ったよりなんか良かった。あら。なんかちゃんと思ったこと書いてるな。うん。あとちょっと小学生みたいやったし。うん。青少年に寄せた。いや、まあまあ、そりゃ。どうですか、森谷さん。そうですね。まず、最初一文目がうめえでしたね。はい、はい、はい。なかなかいい引きだったのではないでしょうか。うんうんうん。全体としてとても正直な感想を述べられていて、さすが青少年に寄せられているなと感じました。うん、まとまりがとてもあったのがとても良かったです。うん、確かに。その、うまいって言った方がいいのか、言わん方がいいのか、悩んだっていうのを、ワンテーマで最後まで通ってるっていう感じしますね。その、正解出すかどうか。うん、なんかてか、トワの、その、ほんまのトワが感じられたというか、うん、動画で散々いじってる、そのなんかね、本当のこと言わへんみたいなのが、そうね、自分の口から語られてるっていう。いいですね。ウィンストンで正解を出したい。正解出したいと思ってタバコ吸ってるやつなんかおらんね。おらん。全員そういうのから解放される時間としてタバコ吸ってんのに。そうやな。全然リラックスしてないやん。うん。これトバやな。うん。素晴らしい。ええんかい。うん。こんなええんや、読書感想文って。いいな。読書感想文フェチになるのもわかるな。うん。こんなもんですね。どうですか、これは。読書感想文会で見たときに。こんなもん。読書感想文ってこんな面白い。いや。かなりこう形式から外れていたという意味ではかなり斬新で、新しい世界が見えたような気がしました。それはわからんねんけど、俺らは斬新さはごめん、わからんねん。わからんな、うん。そうなんや。次誰が行く？行きます。はい。じゃあ加部さんが吸ったのはこれですね。マルボロの8ミリ。8ミリ。うん。読書感想文お願いします。はい。8ミリグラムの人生を雷獣加部。命のゲージは逆側から迫ってくる。僕は8ミリのマールボロを口に加え、その先端に火をつけた。吸って、吐いて、吸って、吐いて。気がつけば、そのタバコの先端は着実に口元へと近づき、元の半分の長さになろうかとしていた。1ミリのキャスターよりも早く感じるのは、きっとその分中身が詰まっているからなのだろう。人間は皆死に向かって生きていくものだと思っていた。しかし、そうではないのだ。僕たちは、今を生きている。息を吸って、吐いて。例えば、初めての経験から吸収して、言葉を吐き出して。そうしていくうちに、終わりが向こうから近づいてくるのだと気がついた。僕は、心に火をつけた。今を吸って、吐いて、その味を確かめながら生きていくのだと。きっとその分、中身が詰まった人生になるだろう。はい。おー。おー、なるほど。
おー、はい、これも結構青少年らしい部分もありつつや、うん、どうですか。素晴らしい。あ、お好評好評良かったですよ。うん、自らの喫煙体験をすごく克明に描写されていたのが、うんうん、高評価ポイントでしたね。よし、非喫煙者の方も想像がつくようないい描写でした、うんうん、本質ですねこれは本質自分が進んでって死に向かって進んでるんじゃなくて、タバコの火が向こうから来るみたいに、そう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 、自分は今をこうやってて一生懸命生きてるだけで向こうから終わりが迫ってきてるんだという。そうそうですね、はい、わかりました。次ちょっと文豪ベテランチ、はい、読ませていただきます。お願いします。はい、火と煙の速さについて青松明、雷獣とかじゃないんだよあ、もうその詩人として書いてあるから雷獣の関係、うん、そうやな、うん、青松明、うん、目で見ることはできないから多くの場合で時間は直線に例えられる。例えば iPhone で動画を見るとき、画面の下にはシークバーがあって自分がどこにいるかわかる。昔喫煙者の恋人がいたことがあるが、僕には喫煙経験がない。彼女にもらったタバコを吸うのは恥ずかしいことのような気がしていた。僕は今日 YouTube の企画でチルベリーというタバコを吸った。企画という言い訳がなければ吸えなかっただろう。ミントとベリーの風味を伴う複雑な味で時間はゆっくり過ぎているように思えた。元恋人は僕と喧嘩をするとその後いつも嫌味のようにゆっくりタバコを吸った。僕はそれを黙って見るしかできなかった。どんなタバコだったかはもらったことがないからわからない。その時彼女に時間はどのような速さで見えていたのだろう。今僕はずっと一緒にいる友人の部屋にいて、手元にベリーのタバコがある。火は一定の速さでタバコを短くしていくが、ここで僕が過ごしている時間は明らかに直線で流れてはいない。タバコの先端から煙は渦を巻いて上がっていった。以上です。なんか独語感あるな。抽象的なこと書いちゃった。そうやな。うん、最後なんかようわからんかったな。余韻残したな。タバコの先端から煙は渦を巻いて上がっていった。どういう意味？解説欲しいか。だからタバコって直線で、タバコの火はまっすぐ進んでってるみたいな。あ、そりゃそうやな、うん、吸ってる煙っていう、ああなるほど、うん、俺らが過ごしてる時間は直線じゃなくて渦を巻いているように渦を巻いているように感じられるよっていう。ああなるほど。だから今この動画の時間はまっすぐ進んでるんやけど、そうやな、それを今その壁ハウスで経験してる自分のこれの時間はこうなってるよっていう。どうですか。多分これまでのトマさんと壁さんに比べて、うん、自分のこう人生だったりこれまでの経験に落とし込めていた、うん、そうですね、大変高評価のポイントでした、うん、山田くんみたいなこうなんか、まあ、センス枠には入る作品には入るセンス枠には入る。目で見た時にかなり一文が長い、こう4行にわたって一文をこうずらずらずらと連ねていて、いいですね。あら、あれ、いいんだ。視覚的なとこから。目で見ることはできないから、多くの場合で時間は直線で例えられる。ここで丸していいはずを点で打ってて、うんうんうん、文章を続けている。俺も丸点にしようかな。間に合うか。どうしよう。目で見たときに、審査員の方がどう思うかわからないですけど、まあ確かに。これ、丸にしろ、みたいな。言う人もおるかもと。確かに、青少年やったらね。肩にはまらせようとする人もいるんか。あの青少年コンクールで絶対元カノ出てこないですからね。確かにそりゃそうやな。これずる。タバコも出てこへんし。確かに。結構、歌人としての顔が見られる。チラ見え？いい作品でした。いいですね。いいですね。まあ、火と煙の速さについてっていうタイトルもいいですね。安直に時間を使ってない。まあね、ちょっと音読するにはあれかな。情報量多すぎて入りづらかったかもな。確かに。ちょっと反省です。ちょっとゆっくり味わいたいか。うんうんうん。タバコ。タバコのよう。全部タバコみたい。タバコみたいな作品。おぉ。知れません。ええんかな？じゃあ。わからんけど。ええんちゃう、うん。ということで、3人終わりました。うん、はい。ありがとうございました。一旦優勝を決めるか。モルゲン賞。そこから、モルゲン大臣賞。モルゲン大臣賞。内閣モルゲン大臣賞。読書感想文担当大臣賞。そんな奴に給料払うな。国民の税金から。いやー難しい、非常にレベルの高い戦いでしたね。レベル高かったんよ、これ気持ちいい。よかったな。決まりました。はい、では読書感想文担当大臣賞を発表してください。お願いします、はい、第69回69。そうなんや。
青少年読書感想文全国コンクール、うん、読書感想文担当大臣賞は加部さんです。おー、やった、マジすごい、おめでたい。え、選出理由は聞かれた一文がございまして、はい、今を吸って吐いてその味を確かめながら生きていく。おー、うんうんうん、良すぎ。この一文が大変良かったですね。やった、輝く一文があったという。そうですね、きらめきが。おお、やっぱ強いよな、大事ですね、そういうの。タイトルも 8mg の人生を、うん、何言っとるんだ何言っとるんだやな、突っ込んでる、うんうん、でもこのタイトルの何言っとるんだ感が独語となってはかっこいいかもみたいに、うん、おおありかも、はい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 、ありました。なるほどな、うん、まあなんか作文をやはり小学生時代に習っていたいということもあって、うんうん、おー、成果出てる出てるかなり出てると思う。習っててよかった、うんうんうん、三段落でまとめられている文章なんですけれども、うん、なんか流れとして非常にこう滑らかというか、うん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 、スッと入り込んでいけるような文章になったことが選出理由です。おめでとうございます。一本通してよかったですね、うん、はい、いや悔しいな、ゼロボケでしたね、3人やってゼロボケいやでも、まあまあ、あんまない。ちょっとモルゲンさんの聞きますか。いや聞きたい、めちゃくちゃハードル上げたけど上げたな、読書感想文担当大臣やからな、なんて言ったということで、モルゲンさんのこれそんな、お、アカラークの読書感想文です。お願いします、はい、お願いします。あなたの孤独、モルゲン。僕の我慢や僕の我慢やな。私の知らない世界を見ているあなたが嫌いだった。普段は優しい父が難しい顔をして煙を吐いている時間、私は部屋の中からその様子をじっと見つめていた。この物語の主人公である斉藤はうまく周囲に馴染むことができない。斉藤の寂しさは私が父に抱く感情にとてもよく似ていた。あれ？その日も父とゲームで遊んでいる時、父は一人で部屋を出た。5分で戻ってきた父はいつもと変わらぬ笑顔をたたえて、モルゲンありがとうと頭を撫でてくれた。ハッとした。赤い箱、銀の文字でラークと書かれた赤い箱。父は私の知り得ない感情を一人の時間で整理しているのかもしれない。一人でいることは時に寂しいことのように思えるけれど、一人の時間があるからこそ父は私に対していつも変わらずにいてくれるのだ。私が勉強中、父に隠れて食べているチョコレートみたいに。ねえ、斉藤。あなたが孤独に苦しんでいる時間にもきっと意味があるんだよ。私はどこか清々しい気持ちでこの本を閉じた。え？斉藤？嘘やん。はいはいはい。アカラークの主人公の斉藤？え、これ、え？本読んでる？え、いつの間に本読んでたどっから来た斉藤？まあ、カラークの斉藤は、そうですね、こう、自分の理智を隠して、結構周囲の人間を蔑んで生きているような人間だったじゃないですか。だったじゃないですか。アカラークの主人公の斉藤は皆さんお分かりの通り注意を蔑んでるような人間だった。はい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 。でもその上でもこうみんなにいい顔して迎合しているような。なるほどなるほど。まあ少しずるいような人間だったんですけれども、この斉藤の孤独っていうのがまあ私が父に対して抱いていた寂しさと少し通ずるものがありましたね。なるほど。父がどういう意味？マジで。マジでどういう意味？おもろいやん。だから、父が幼少期に隠れて捨てたアカラークを寂しいなって思ってたモルゲンの孤独は、うん、アカラークの主人公である斉藤の孤独を、これちょっと、え、アカラークの主人公って何？これ、アカラーク吸ってんのはおとんなんやろ？いや、ちゃうねん。だから、おとんやねんけど、吸った時に感じたってことですよね。だから、それを。はい。え、吸った時に物語が入ってきたってこと？その通り。ああってことやんな。斉藤の物語が吸った煙とともに入ってきて、で、その幼少期に、うん、そういえばお父さんが吸ってたあの赤ラークってっていう、ああ、なるほど、うん。あの時の感情と主人公の斉藤の感情同じやっていう。ああ、すごいな。えぐ気づくやん。あ、おもろ。まあ、
こうねえ斉藤とねえ斉藤よ最後それなんかでもなんかいい文章って感じするけどな、うん、ねえ斉藤が最終段落の頭に来んのは、うん、なんかその斉藤を除いたらすごい綺麗な読書感想文なんやろなっていう感じがすごいするよね、うん、一文目でさ私の知らない世界を見ているあなたが嫌いだったで普段は優しい父がっていうタイトルのあなたって父やったんやっていう気づきがあるというか、まあ、父であり斉藤、うんうんうん、そうやな、うん、まあかつ私でうんうんうん、すごいまさかの3要素あった。お前がボケるんかいめっちゃボケてるやん。めっちゃ笑いやんけ。うわ、すごい、裏技やなその発想なかったなずっとほんまに自分の物語とタバコの物語で書くもんやと思ってたら。うん。斉藤やったんや。斉藤ありルールやったんや、これ。うわ、斎藤オフでやってた俺。いや、斎藤オフやったな。オフでやってたわ。無意識に。やっぱ12ミリやから斎藤おったんや。うん、そうやな。味せんかったもん、俺。おらんかった。自分的にはどうなんですか、手応え。そうですね、かなりこう読書感想文の形式的なルールに従った読書感想文。あ、そうなんや。そうですね。この第一段落でもう、ちょっとまあ、つかみというか、普段は優しい父っていうのを登場させて、うん、これからどういうことを語っていくのかっていうのをまず提示する。うん、おお、めっちゃセオリーっぽい、ね、興味を持たせるという。なるほどね。二段落目の最初の方で、根幹である物語に触れる。物語、うん、今回で言えば、アカラーク。じゃあ、アカラークという本の斎藤という人物について、少し描写する。うん、うん、本言うてるやん。まあ、字数がかなり少ないので、流れるように体験談に移っていく。斎藤に触れつつも、父との体験談にスムーズに移ったと。はい、寄せていく。うんうん、そうですね、二段落目の最後の方で、まあ、気づき。ハッとしたっていう表現、すごくね。便利ですよとりあえずハッとしたら発見あったんやってなりますよね、うん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 、成長したんやっていうなんとかだと気づいたとかいうよりも、うんうん、シンプルにちょっとセンスありげにも見せることができる、うん、確かにいいっすねハッとしたのが便利です、うんうん、アカラークでチョコレートを感じたみたいなことを私がちょっと言ったので、うんうんうん最後にちょっとチョコレートと絡める、うんうん、ここでちょっとタバコに対する深掘りというかタバコの味にも触れつつそうですねでしかもこれがさ自分の経験と父の感情を紐付けていくっていうのがさ読書的というかさ、うんうん、読書とかもさこういうことあるよなって思いながら読むわけやん、うんうん、斎藤と父を見て自分のチョコレートが浮かんだっていう一個があることでさ青少年感があるよななんかすごい好評いいですねこれあることでそのなんか説得力が出るんやろうなっていう、うんうんうん、で最後にまあ一回戻ってきて主人公に対して語りかける斉藤これもちっちゃい頃よくやってましたねあもう通い慣れた道そうですね最後に主人公に戻ってきてうわねえ何々ってあねえ何々は結構定番のへえすごいそんなモルゲン武士を使っていただいてお前な、はい、うわ手の内見せちゃったやんで最後私はどこか清々しい気持ちでこの本を閉じた本閉じとんがな本ちゃうね火消せいや、そうっすよね。いや、でもすごいな。だって、俺はさ、やっぱさ、煙が上がっていったとかさ、食べちゃんもさ、心に火をつけたとかさ、タバコでうまいこと言おうとさ、いや、もううまいこと言おうとしか考えてない。うん、頑張ってた中さ、うん、モルゲンちゃんはもう違って、もう本閉じてて、上行かれとる完全に。おもれー。ありがとね。ありがとねって言っちゃった。ありがとね。ということで。第1回タバコの読書感想文選手権真の優勝はモルゲンさんでした。うん。ありがとうございます。すごい。次回はあれですかね。視聴者参加で賞金とかも用意して。わあ。JT の案件。あすごい送ってもらう。いやもうそれはねタバコ感想文、うん。それは向こうにも送ってほしいよな。すごい新ジャンル。タバコのさパッケージの横にさ印刷してさ売ろうや。おおいお茶みたいに。そう。おおいお茶俳句選手権以来の。400字。無理やろ。ということで。うん、次回のコラボがあればご期待ください、はい、本当にありがとうございました明日